はいどうも、皆さんこんばんは、モッティーです。さあ、スプラトゥーン2実況プレイ第4のルール、ガチアサリがいよいよ追加されました。で、見てみたら、腕前が、なんだこれは、エスプラじゃないのか私が。もしかして、ガチアサリ最初の数戦で入る部屋が決まるみたいな、いや、そんなのやめちくりとか思うんですが、まあ、とりあえずは遊んでみましょう。よろしくお願いします。あ、これみんな C マイナクセ。みんな C マイナクサイズ、これは。C マイナクサイですよ。ガチパワーとかもないですからね。まあ、最初の数日ぐらいは腕前気にしず適当に遊べやっていう任天堂のね、そういうやつでしょう。一応ね、散歩はした。散歩はしたのと取れてねえじゃん、俺。まあいいや、取れてないんだったら俺がキルすればいいんだよ。何をすればいいの？とりあえず、めっちゃ死んでる。めっちゃ死んでる。どうしようかな。まだなんか特にみんなね、拾ってる作業中で、あんまりあれなんで。いやー無理ー !3 人は無理 !3 人は無理 !3 人は無理それはやって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 やれない無理無理無理ちょっとやることより、やること優先、やること優先。いや、このルールね、多分ね、やった方がいい。アサリ集めるよりやった方がいいと思う。多分ね。わかんないですけど。で、ちゃんと、わかる場所から分かれ。分かる場所からナイス。ちょっと人数不利になったタイミングが一番きついんで、そこだな。はい。OK ナイス。止めて、これを守る。これ守るの大事。死んだけど、いやー、見てないか、これは。見てないか？ナイス？いけるか？キル取れない。開いちゃった？開いてない。これね、着地クソ強えと思う。マジで強えと思う。そう、俺はそれ思った。やりに来ちゃうもんね、どうせねって話だもんね。ちょっとだいぶ、これは、あれですね。腕前差ありますね。厳しいっすよ、これは。これだいぶ厳しいっすよ。単純に人数有利になってるタイミングが今のところ一個もないですよ。まずいですよ。まずいですよ。もってそういうの引きますからね。そういうの引きますからね。だからあれなんですよ。未だに完走できないんですよ。よくある。よくあるやつ。これさ、向こうも向こうでさ、分かってないのか、これ。来ないのか。スペシャル溜まったタイミングで来るみたいな、そんな感じなのか。まあ、そうか。まあ、それ以外ないわな。ちょ、ガチアサリがまたできてるんだけど。今んとこまだこれさ、試合始まってないんだよね。始まってないはちょっとあれだけど。オッケーナイス。ちょっと正面突破。いいよ、ナイス。いや、ナイス。ちょっと、取ってこ。取ってこ。逆転。ここ勝負。ちょっと上見れないな、まだ。はい。やっとできたで、こっちチーム。でさ、ちょっと誰かいない？ちょっと誰かいて。俺一人は無理だから、それ。俺狙われるから、めっちゃ。来るから、ほら。ここも来てるから。はい。来てるから、ローラーが。ローラー来てるから。もう、誰もいないんだけど。誰もいてくれないんだよな。まださ、カウント進んでないんだよな。誰かいてくれよ、マジで。入ってんのか、これ。入ってんのか。19対1ってのはこれ何なの ?19 個こっちが取ってるってことなの。渡す。いやー、ごめん。ちょ、もう何なの。あ、じゃあ、あれか、持ってる、チームが持ってるポイント数ね。ポイント数、カッコ、持ってるだけ。得点は進んでいない。はい、来た、こっち。ナイス。危ねえ。これ割れない。危ない。取る。はい、ください。私にください。はい。一気に行きますよ。早く。はい、来てください。あ、お願いなんで来てください。もう一人で行くしかなさそうです、これは。行くしかない。はい。いやー、そこ死んだ。マジかよー、嘘ー、マジでー。辛すぎる。俺持ってるんだけど。ちょ、来てくれ。頼む。マジで来てくれ。いや、逆転できるから、これ来たら。来たら逆転できるから。大丈夫？
スペシャル扱いのね、このタイミング。はい。違う。はいはいはい。いった、リードした、リードした。あー、ミスった。どうしたらいいの、どうしたらいいの、どうしたらいいの、入った、入った。めっちゃ取った。めっちゃ取った。とりあえず、これ、やっとけばいい。やっとけばいい。やっとけばいい。入ってる、入ってる、入ってる。裏からも入る。はい、はい、はい、はい。もう俺どうしたらいい、俺言った、俺めっちゃカウントリードしたべ、これ。俺めっちゃカウントリードしたべ、自分で。自分で31ぐらい進めたべ、今。あ、行ったべ、行ったべ。あ、ナイス、ナイス、ナイス。ナイス、ナイス。もうこれでいいの？これでいいの？適当。え、これさ、延長とかどうなんの、延長。これ相手の方がカウント多かったら延長みたいな、そんな感じ？やば、死ぬ。やばい、これ終わった。やば、終わった。これ終わった。やべ、負けたくせ。負けたくせ。負けたくせ。どうなんのこれ。終わった？え、バリア壊されて、壊されて、壊されて、全滅して、全滅して、全滅したけど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 、ちょっと待って、あ？あ？うん。あ？あ？あ？はい、次、富士坪スポーツクラブです。はい、よろしくお願いします。わかんないんだけど。なんか、とりあえず一個思ったのは、多分、あんまノバは向いてないんじゃないかなってことだけはなんとなく思った。あ、ランダムなのか、アサリの位置って。マジか。ある程度は、多分、規則性はあると思うんですけど、ある程度ぐらいまでなのかね。マジで？ちょっとセンター入ってほしいな。ちょっとシューター、とりあえずね、自分から打開しに行くのは多分ね、結構きついんじゃないかなっていうのは少し思ってて、思ってるのと、味方にパスできるんで、それが結構大事。それが結構大事。なのと、センターを開けていくのも大事。はい、開けていくの大事なんで、はいはい、はい、いいよ、は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 い、来る、はい、来る、はい、来て、誰か？これあれなのかな？さ、スフィア使ったらさ、あれなんだけど。スフィア使ったら、あれなんですけど、ちょっと無理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 、いや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 、ちょっと誰か来てよ、来てよ、ねえ。来てよ。来てよ、誰か。誰も持ってないの、アサリ。アサリね、パスできるんですよ。あー、いた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 。アサリね、パスできるんで、味方の動き見て、あ、めっちゃ入ってる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 。動き見て、あ、味方の方がちょっとアサリ持ってそうだな、みたいな感じになったら、ちょっとラグいっすね。味方にパスすると、ね、ミスった。味方にパスするといい感じ、よね。はい。こういうの多分今味方見てたんで、ここ。で、多分、ホコみたいに、単独で行くと絶対やられるから、単独で行くと絶対やられるから、基本的には、味方来るの待ちに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 待ちまくった方がいいと思う、多分。いいよ、ナイス、ナイススペシャル。ナイスペ。そこに一個いるから、気をつけてね。来ないか。ちょっと、相手上がってこないですね。相手上がってこないですね。ちょ、まーっと、怖い怖い怖い、やめて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 、死ぬ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 、ほっこー。これ、どっからどうやって入ってったらいいんだろうね。わかんないね。あ、そう。みんな死んだ。いやー、ここ、ね、ガチアサリ持ってる人を、中心にボコボコにする。これは、マジ大事。ガチホコと一緒。ガチホコと一緒で、それ持ってる人めっちゃ倒しつつ、なんか置いてあるね。そこにね。ガチアサリ持ってる人を典型的にボコボコにしつつ、ガチアサリ持たれてるやつを典型的にボコボコにしていく。わかんない。もう何言ってるかわかんないけど。まあ、つまりそういうことや。まあ、つまり、ガチアサリや。つまりガチアサリや。オッケー。ちょっと、誰か、あ、ごめんごめんごめん。あ、渡す。渡すからごめんね。渡すからね。はい。はい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 。あげるから。はい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 。取って。取って。いた。取って。ここ。うわ、早っ！あ、二人いたのか。これなかなかあれですね。入りにくいのと、いや、マジね、これ多分野良向きじゃなくて明らかに、あれですよ。ナイス。一人ラグいんだよな。ナイス。ほら。
ごめんね。あげる、あげる、あげる、あげる。あげる。あ、ちゃんとあれだな。ちゃんとあげないとダメだな。はい、はい、はい、はい。やる、やる。あげる、あげる、あげる、あげる。で、ガチアサリね。そう、ガチアサリさえ取られなければ、どうということはない。逆に言うと。逆に言うと、ガチアサリさえ取られなければ、意外とどうにかなりそうゲーっていう。で、あともう一つは、やっぱりガチマッチはちゃんとルールを把握した状態で来ないと、ダメだねっていうところですね。はい、オッケー。もう一個いる？あれ？いや、あれ、ちょ、ナイス、ナイス、ナイス。大丈夫？どうする？どうする？どうする？こんなとこまで来ちゃったけど。いやー、あ、無理。それはやりすぎ。もうちょっと飛距離欲しかったですね。あ、でもあそこのさ、これが多分ガチアサリでしょ。あ、ナイス、ナイス、ナイス。ナイス、なんか、あれですね。僕が削って味方が入れてくれてるんで、なんかあんまりちょっとルールの、あれが、ちょっと把握しにくいかもしれないですけど、ちゃんと味方が結構きっちりやってくれてる人なんで、オッケーオッケーオッケー。結構あれですね。いいですね。あ、いい、これを取れてると思うんだけど、やっぱ部屋柄ぐす、部屋柄ぐ。はい、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 はい。これね、これね。いいよ。いいよ。ラグ。ちょ、待って、どこ？死んでない。死んでない。ちょ、待って、死んでない。ちょ、待って、いない。きつい。これ逃げたい。逃げたい、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 逃げたい。一回逃げたい。いやー、きつい。きつい。これ、俺？あと一個。やったー。やったー。行くぜ。間に合えー！これどうなの？やったぜ。とりあえず延長は、あれですね、バリア壊したら止まるんですね。はい。とりあえず。とりあえず。それが一個分かった。バリア壊されたら止まる。バリア壊したら止まる。あとなんだろう。なんだろうか、あとは。なんだろうね。なんだろうな。まあ、アサリ大事だな、とりあえず。はい。いや、これめっちゃルール自体は面白いな。本当に。めっちゃチームワーク問われるから、リグマとか、プラベとかやったら絶対面白い。面白いんだけど、本当に多分ね、ガチで C マイナスからガチでスプラカンストまで当たってると思うんで、今、状況的に。多分ね、マッチングで全てが決まっちゃってる。ルールどうのこうのとかじゃなくて。俺、そこで多分ね、割と非難集まっちゃってんじゃないかなって、思うんだよな。正直。だから、自分がこう、20キルとか取っても、20キル、25キルとか取っても、それでさ、終わっちゃう試合が多くて、で、多分それで普通にボコボコになっちゃってるやつってさ、あれじゃん？マジか、危ね。多分普通に C マイナスとかの人たちだと思うんだ。思うんだ。だから、くれ俺にアサリをくれ。俺にアサリをくれ。違う俺にアサリをくれ。あげるから取れ。どこだお前。ここだ。はい、それを入れる。はい、入れる。はい、それでいい。はい、はい、ルールを確認しましょう。久々に鬼軍曹来ましたね。久々に鬼軍曹持っていきましたね。まあ、いない、無理。追わないときつい、これ。追わないときつそう。ナイス。俺にくれるか、俺にくれないか。そう、パスマジ大事だから、パス覚えた方がいいです、本当に。やばいかも、これ。きついか。きつそう。行かれちゃってそう。やば。いやー、マジそこ、ちょ、ラグ。あとね、むっちゃラグい人が多い。きつき。あー、無理だよー。救ってくれよ。いや、マジ、ほんとねー。もうずっと僕さ、マッチングで損してるわ、このゲームって言ってきたけど、もう、それがここまで来たかって感じだったな、ほんとに。いや、マジで。ほんとそれがね、かわいそう。マジ。多分、相手の強い人とかも思ってる人いると思う。いやー、これは。いや、きつい。どこにいるのかわからん。わからん。まだ全然。あれ、俺取れてないの？あれ、嘘。え、なんで？え、取れてないの？あれ。あれ、取れないの？あれ、取れないんだ。へぇー。へぇー。
やっぱ大事なのはね、やっぱルール把握ですね。まあ、とりあえずそこら辺を、まあ、早急に皆さんにはね、やっていただきつつ、まあ、いろんな人の動画見ながらなんとなく立ち回りの参考資料を作りつつですね。きつい。誰か。ちょ、足元塗って。インクがねえの。インクがないの。ちょっとなんでこんなに当たってるのに死んでないんですか？死ななすぎでは？さすがに。さすがに死ななすぎでは？いくらなんでも。それ入れられたら負けるよ。負けるよ。はい、負けた。ちょっと俺にちょうだい。多分ね、自分から、あれだよ。ちょうだい。ない。違う、そうじゃない。それじゃねえよ。やってるから。それちょうだい。それ俺にちょうだい。にゃー。めっちゃ狙われてるんだよなー。なんか、本当にそんな感じ。それ俺にくれ。もうなんか自分から持ってかないと多分ダメですね、これね。で、自分から持ってって、かつ、自分で全部やんなきゃダメ。多分、今のガッチャアサリは。だからこそ多分、ザップは向いてない。ザップじゃない。危ねえけど、後ろ来てる。分かってるから言ってくれ、頼むから。はい。いいよ。はい。どこ。いないよ。誰もいないよ。はい、誰もいないよ、早く。何をどうしたらいいんだ、これは。はい、いいよ、はい、塗って。もう、絶対行かれてるよね、これ。わかんないしさ。わかん、もう。もう、何やったらいいのか全然わからん、このゲーム。わかんねえから、もうやるしかねえわ。わかんねえ。早く。いやー、危ねえ、マジで。マジかよー。ちょっと生きて帰るだけでいいと思ったんだけど。いやー、終わった、負けた。負けた？大丈夫？これだけ。ちょ、待って、無理だよー。マジ、終わった臭くね。あー、終わった臭え、嘘ー。マジかー。最後逆転したんやけどなー。このゲームわからんな。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。さあ、スプラトゥーン2にガチャアサリが追加されました。ちょっと個人的な意見なんですけど、あのね、ルール自体はマジで面白いし、かなりチームワーク取られるし、すごいね、いいルールなんですけど、全員 C マイナススタートで全部パーにしてる気がしますね。あったかくして寝ろよ。